橋本ホビーへようこそ。今回はこれ。なんか汚ね蜂が映ってんなと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとね変わったことが起きたので紹介していこうかなと思います。これね、多分カラーという植物なんですけれども、去年の春いただきました。で、去年のね夏に入る頃に枯れちゃったんですよ。で、そのままね、まあ雨の当たらないね隅っこにそのまま置いてあったんですよね。で、その秋、去年の秋になり、別に何にもなくてね、もう普通に枯れてたなーと思ってたんですね。で、今年のね春になっても出ることはなくて、もうね別に生えるとかね、そういう期待をしていたわけじゃなく、ただただね片付けの都合というか、なんとなくね鉢をね片付けずにそのまんま置いてあったんですよ。しかも横倒しでね。そしたらね、なんか葉っぱ生えてねっていうことになりまして、葉っぱがね横倒しで生えてきたので90度になった状態で生えてきていたんですけれども、それからね慌てて水をかけて日向に出したんですけど、日向に出したのがねちょっと勇み足というかですね、良くなかったみたいで、葉っぱがね枯れてしまいました。やられてしまいましたけれども、でそれからねしばらくまた日陰の方に移してね置いといたら、葉っぱがねどん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 出てきました。おそらくこれ、まあ見た感じとかもカラーの葉っぱなんじゃないかなと思ってるんですが、もしかしたら違うかもしれないよ。もしかしたら違うかもしれないんですが、まあ、こういうこともあるんやなと思って、紹介してみました。カラーだったらさ、本当だったら今年の春とかに咲いてないとおかしいんじゃない？まあ自分もさ、全然カラー詳しくないのでわかんないんですけど、春とかに咲くんじゃないのかねと思うんですが、まあそこまでね詳しくないんですけれども、まあそんな感じでね急に葉っぱが出てきたよというところでね驚いて動画にねしてみました。横倒しになってたので土とかもね少し減っていたので、焼き土入れたんだったっけな、焼き土入れたのか、焼き土って赤玉の細粒みたいなやつねとかを入れたのか入れてないのか覚えてないですが、でその上からねボラ土の細粒っていうのをね表面にかけてあります。下の方もねボラ土の細粒だったかもしれない、覚えてない、もう慌ててねザーッと入れたんで覚えてないですが、土をね足してあげました。で日陰にね置いてたらこんな感じでね葉っぱもどん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 出てきてるし、なんか元気な感じがしますよね。なんなんだろうね。でカラーだったとしたら、カラーってね球根じゃないんだけど、芋って言ったらいいのかな、なんかまあそういうね塊が土の中に多分あるんだよねあんま詳しくないからあれなんだけど、でそれから生えてくるっていうことなので、通常まあ球根とかと似たようなあれのはずなんだよ、生育をするはずなんだよ。だから1年間以上か、1年以上もね枯れたまんまになってて、いきなり芽が吹いてくるっていうのはちょっと考えにくいんじゃないかなと思うんですが、なぜかそういうことがね起きていますね。なので球根とかね芋とかがね土中にある植物っていうのも、まあ通常ね1年以上出てこなければまあダメっていう判断になると思うんですけど、まあこういうこともあるんやなっていうふうに思っています。で、これがね、咲くかどうかっていうのはちょっとわかんないです。ちょっとわかんないですが、まあこのまんまね、育ててみようかなと思っています。で、自分もね、あんまりカラーの育て方っていうのは全然詳しくないので、ちょっとね、またこれから、まあ一回調べたと思うんだけど、もう忘れちゃってるので、カラーのね、育て方っていうのを探して、もう肥料やっていいのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ肥料をね、あげたりとかしながら育てていこうかなと思っています。また来年の春とか咲いてくれたらいいよねっていう感じです。あとね、結構ね、植物によってはね、地植えと鉢植えで花のタイミングが変わるっていうことはね、よくありがちかなと思います。地植えだとね、もう咲いてるのにまだ芽が、鉢植えでね、まだ芽が出てこないよとかっていうのをね、心配される方もいらっしゃると思うんですが、まあそういうのもね、自分の経験上ですけど、まああることなので、まあ、そこまでね心配しなくてもいいのかなと思ったりしますが、これはちょっと不思議だね。1年以上何も生えてなかったポットからねいきなり生えてくるっていうことが起こりました。
ということでね、まあ今回は雑談会みたいな感じだったんですけど、まあこういうこともあるんでね、枯れちゃった植物とかもね、意外と諦めずに置いとくとね、まあ生えてくるっていうこともありますよというお話でした。まあそこまでする価値があるかどうかっていうのはね、まあ人それぞれだと思いますけれども、まあ植物ってね、なんか日々、発見というかですね、ずっと育ててでもね、毎回毎回、こんなことあんの?みたいな驚きがね、絶えません。ということでね、今回はこれぐらいにしてね、終わりにしようかなと思います。この動画面白かったとかね、参考にはならないと思うんですけど、まあ面白かったっていう人はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。X とインスタの方もね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。